ここね、5時からチェックインできるんですよ、朝の。ゲでもまあ1600円かな。200円、5円パチン。おっちゃんの語り場みたいな。北海道札幌から来ました、ラーメン屋の狼スープと申しますって。去年泊まるところみたいな、宿泊施設みたいな。これ絶対宿泊施設だと思う。はい、どうもです、はい、大阪の、ね、西成に来てます。はい、見てください、お泊まり1200円です。安っ。岡山からしたらね、本当1200円はカラオケの値段なんじゃないかみたいな。うん、ね。でちょっとね、今日西成のね、はい、夜の街をちょっと歩いてみようかなということで、ちょっと始まります。行ってみましょう。はい、行きましょう。任せますよ。もうこっちか、こっちから。ああ、なんかね、いろいろ集まりそう。あ、もうね、銭湯が。ほんと値段がね、この辺とか、びっくり。宿泊料金、1000円。うわ。すごい、なんか泣いてますね。ね。西成警察署で。ね、その前になんかね、激安の、ここね、5時からチェックインできるんですよ、朝の。すごいっすね。プランがね、いろいろあるんで、ゲでもまあ、1600円かな。すごいレトロな。ねえ、ちょっと見ようか。これ見て、ほら。え、なんなんすかこれ。バッキバキじゃないですかこれ、ほんと。そう、西成の。え、移動しないから。あ、バッキバキにされたんですかね。パンツみたいな。こんなんなるんですね。そう。お供え物。あ、ほんまや、お供え物が。なんかあったんだろう ね、この夜な夜な酔っ払ってやっぱり行くわけだよね。うん、なんかやっぱね、これすごい、ね、なんかありますね。ゴミじゃないんじゃないの。ゴミじゃないと思う。あ、でも金かかるよ。サッドバケーション。悲しいですか。悲しいですね。私は悲しいです。かいいや。買いますか。満腹さん。何が夢なんですか。結構ね、お弁当とかね、安くて。ちょっと行きましょう。うん。唐揚げ。はい、チケットして200円。200円ですね、これは。唐揚げと卵焼きで、なんか美味しい感じで200円。20円、やば。炭酸水すごいな、ここ。もう80とか。え、すごいな。こっちはないんですよ、こっち。こっちなんかが、なんか50円のやつが売り切れ。なんかあったかい。お、5時売り切れですね。行こうか。今で行きます。すごい。ほんまここはそのお泊まりのとこが多くてね。うん、安っ。これまっすぐ行って、この交差点右に行ったら、はい、シェルターがあって。あ、シェルター、うん、あ、いつもの有名な。なんかその泊まったりするのか、なんかそういうご飯食べれたりとか。食べるんですか、今、ほっかしら。いや、まだ無理だと思って。そういう感じじゃないと。ここやね、アイリーンシェルター。
向こうのなんかあの骨付きチキンみたいな買いましたね、はい、もうチキンもうクリスマスのチキンが200円ですよ。これもうパチンコしないかちょっとよくわかんないけど 0.5 円パチンコ、まあ、このままわかんないですけどパチンコでも安いんじゃない。1円とかね、5円あるけどやっぱ安いんじゃない。商店今日やってない。ここね、いつもね、なんかやってんだけどやってない。あのホルモン屋さん、ちょっと三角公園で、三角公園で、まあ、これも普通やからね、おっちゃんと倒れてる。行きます。行く行く行く、こっちこっち、まだまっすぐ。あ、お酒売ってるやん。あ、本当ですね。おっちゃんの語り場みたいな。声食べる。雨やから誰もいない。じゃあまずこっちのね、卵唐揚げの感じですね。美味しそう。すっごいうまそうっすよ、ほんまに。お腹減っとったんですよ、結構。お腹減っとったんや。やった、これで食べるぞ。醤油がね、これです。いただきます。立って大丈夫。美味しいですね。美味しい。はじめまして、北海道札幌から来ましたラーメン屋の狼スープと申しますって、去年年末続き今年もまた来ることができました。なんだろうな、そうですね。なるほどね。おお。ね、ちょっと上げられないんですけど、動画的には。結構普通に雨の中でも人がなんかうってなんか倒れてる。です、倒れてましたね、本当。これがほんまに西成やという。しかもめっちゃ寒いのに。確かに。うん。本当ご飯めちゃめちゃ美味しいですね。美味しい、まあ、めちゃめちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいこれ。次ちょっと行ってみましょうかね。行きましょう。はい。じゃあちゃんとゴミ捨ててね、ちゃんとね。何もこれ。どうぞ。行きましょう。めちゃめちゃ回りますね。ね、めちゃめちゃ美味しそうですね。ちゃんとしてる、ね、めちゃめちゃ美味しそうですね。やばいな、これ250円。250円ですよ、これ。いただきます、はい。はい。か、焼きね。うん。もう普通にお酒売ってる。あ、閉まった。泊まるところみたいな、宿泊施設みたいな。これ絶対宿泊施設だと思う。寝るみたいな。安いっすね、これね。
安いよ、これちゃんとね、商品の交換できませんので、これ。はい、お疲れ。はい、お疲れ様です。はい、どうです。今日はね、西成歩いてみたんですけど、いや本当になんかすごいとこなのかなってもうちょっとなんかねビクビクしてたんですけど、ま来てみたら本当に優しい人たちばっかりで、本当なんか本当ね。ありがとう、お気に入りみたいな感じでね、いい人たちばっかで、本当なんかちょっと倒れてる人がいるぐらい、うん、まあなのかなっていうふうにね、思ってね、これがまあ大阪のね、本当にいいところですね、はい、本当に住みますか、大阪行きたいです、本当ぜひともね、ここで就職をはい、最後に一言ね、大阪めっちゃ楽しいんで、もうそればっかりやった、もう終わりよ、もう終わりっすか、今年1年、あ、そういうことですか、あ新年でもいいよ、新年しとこう、新年、今年こそは本当ね、はい、じゃあ来年にしよう、来年は本当にね、試験に受かって、まあ、何の試験かあまり言えないんですけど、受かって、もう彼女作ってね、楽しみたいと思いますよ、大学生最後なんで、はい、今年もありがとうございました。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。